スコットランド国立肖像画ギャラリーのデビッド・ヒュームとアダム・スミススコットランド啓蒙は18世紀及び19世紀初頭のスコットランドで起こった一連の人文学、科学の発展の流星を指す。18世紀までにスコットランドには教区学校のネットワークが成立し、古代から存在する4つの大学が存在した。こうした教育インフラのもと知的階級はコミュニティを形成して、 活発に読書や議論を行っており、こうした背景が、啓蒙時代の到来を準備した。同じ時期のヨーロッパ啓蒙主義における人文主義及び合理主義と同様に、スコットランド啓蒙主義の思想家は、人間の理性の重要性と理性によって、正当化できないあらゆる権威の拒絶とを主張した。スコットランドでは、啓蒙主義は、 徹底的な経験主義と実践性によって特徴づけられ、改善とび徳そして個人と社会全体に対する実際的な利益に価値を置いた。特に急速な進歩を見た分野として、哲学、政治経済、工学、建築、医学、地質学、考古学、植物学、動物学、法律、農業、科学、社会学が挙げられ、主な思想家、 科学者としては、フランシス・ハッチソン、デビッド・ヒューム、アダム・スミス、デュガルド、スチュワート、トーマス・リード、ロバート・バーンズ、アダム・ファーガソン、ジョン・プレイ・フェア、ジョセフ・ブラック及びジェームス・ハットンがいる。スコットランド啓蒙は、学生や科学者を通じて、北米やヨーロッパ全土に大きな影響を及ぼした。年の連合王国成立により、スコットランド議会は、 ロンドンに吸収された。その結果、国会議員、政治家、貴族、及び地主は、ロンドンへと移住した。しかし、スコットランドの法律は、イングランドの法律とは、完全に分離されたままであったため、民法裁判所は、エディンバラに依然として存在し、スコットランド協会、大学や医療機関もそうだった。弁護士と牧師は、教授、知識人、医学者、科学者、 建築家とともに、スコットランドの都市における影響力を握り、スコットランド啓蒙を促進した新しい中流階級を形成した。1707年の時点でイングランドの人口は、スコットランドの約5倍、国府は約36倍であったものの、大学の数ではイングランドが2つ、スコットランドに4つとスコットランドの方が、教育インフラが整っていた。 国際貿易の側面からは、市場としての南北アメリカの拡大はこの時代の大きな構造的変化であり、特にグラスゴーは新大陸に工業製品を輸出し、新大陸のタバコをフランスへ再輸出した。1695年に設立されたスコットランド銀行はジャコバイトへの協力を疑われていたため、1727年に連合王国によって、 ロイヤルバンク・オブ・スコットランドが設立された。こうした諸インフラの整備により、スコットランドの商業と貿易は急速な発展を遂げた。この時代からスコットランドは経済成長をはじめ、イングランドとの格差は縮まっていった1496年の教育法により、すべての貴族と自由民の指定は、 グラマースクールに通うことが命じられたことがスコットランドの人文主義に影響を与えたと言われている。17世紀後半までにローランドには教区学校のほぼ完全なネットワークが形成されていた一方、ハイランドでは多くの地域で基礎教育がまだ不足していた。17世紀までにスコットランドには5つの大学が存在した。 心境と革命やその後の政治的混乱を経験した後、これらの大学は復興を果たし貴族の指定に質の高いリベラル教育を提供した。すべての大学で数学の教育が施され、セントアンドリュースとアバディーンでは天文学が教えられた。ロバート・シバルドはエディンバラの最初の医学教授に任命され、1681年にエディンバラの王立医科大学を 共同設立した。こうした大学教育の発展により、スコットランドの学術は大きな進歩を見た。18世紀の終わりまでに、エディンバラの大学医学部はヨーロッパにおける科学の主要な拠点の一つであり、アレクサンダー・モンロー、ウィリアム・カレン、ジョセフ・ブラック、ジョン・ウォーカーらを排出した。スコットランド啓蒙初期の主要な哲学者で、 1729年から1746年、グラスゴー大学の道徳哲学の教授だった、フランシス・ハチソンは、シャフツベリーとスコットランド常識学派の間の、橋渡しとして、重要な役割を果たし、功利主義と帰結主義思想の発展を助けた。また、シャフツベリーの影響を受けたジョージ・ターンブルは、アバディーン大学のマリシャル・カレッジの評議委員であり、宗教倫理、芸術、 教育の分野で全駆的な作品を発表した。デビッド・ヒュームは人間本性論とエッセイ、道徳と政治で哲学的経験論と会議主義の要因について明確化した。彼はアダム・スミス、イマヌエル・カント、ジェレミー・ベンサムを含む後の啓蒙活動の人物に大きな影響を与えた。ヒュームとは対照的にターンブルズの学生であるトーマス・リード、 ジョージ・キャンベル、作家で倫理学者のジェームズ・ビーティーは常識学派を定式化した。この時期のスコットランド文学の中心的人物はジェームズ・ボズウェルである。彼のアン・アカウント・オブ・コルシカやザ・ジャーナル・オブ・エイツアー・ツー・ザ・ヘブロデスは優れた旅行記であり、ライフ・オブ・サミュエル・ジョンソンは英国の啓蒙思想に大きな影響を与えた。また、 アダム・スミスやデュガルド・スチュワートなど多くの主要な思想家に影響を与えたヒュー・ブレア、スコットランド出身の詩人として初めて国際的な評価を得たマクファーソン、スコットランドの国民的詩人ロバート・バーンズなどもこの時代に活躍した文学者である。エディンバラ大学やグラスゴー大学の教授を歴任したアダム・スミスが1776年に表した国と未論は スコットランド啓蒙の最大の成果であり、近代経済学の講師であると同時に、グローバリゼーションや関税などに関する現代の研究に対しても重要な枠組みを依然として提供し続けている。スミスは、農業だけが生産手段であるという重農主義的思想に異論を、唱え、土地、労働、資本を生産の3つの要因として定義した上で、 地域経済系及び国家間の労働生産性の向上や貿易からの利益からなる分業による専門家の潜在的な利点についての議論を展開した。ジョン・ジェームズ・ブルネットをはじめアダム・ファーガソン、ジョン・ミラー、ウィリアム・ロバートソンなど思想家は古代及び原始的な文明に対する科学的考察から現代の特性に関する考察を行ったこのような人類学のアプローチは 後の時代のヒューブレアラに影響を与えた。スコットランド啓蒙を生み出した要素の一つが科学および医学的知識の普及、発展であった。この時代の主要な思想家には医師として訓練を受けたか、医学を大学などの研究機関で学んだ経験があるものが多い。同様に大学の医学的訓練を受けた専門家、特に地方の環境に住んでいた医師、薬剤師、 下界、さらには、牧師の存在は、この地域の知的生産に大きな影響を与えた。イングランドや、フランスやオーストリアのような他のヨーロッパ諸国とは異なり、スコットランドの知識人は、保守的な貴族のパトロンの支配下になく、実用性と発展性を重視した研究や施策を行うことができた。コリン・マクローリンは19歳で、 マリシャル・カレッジで数学の議長に任命され、同時代の英国の代表的な数学者であった。数学者で物理学者のジョン・レスリーは熱に関する実験で主に注目されており、人工的に氷を作った最初の人物である。科学のその他の主要人物には、医師で科学者のウィリアム・カレン、農学者のジェームス・アンダーソンが挙げられる。また物理学者及び科学者である。 ジョゼフ・ブラックは二酸化炭素及び鮮熱を発見し、化学式の原型を発明した。ジェームズ・ハットンは最初の現代地質学者であり、彼のセオリー・オブ・ザ・アースは地質年代に関する当時としては革新的な理論を提示している。この時代、エディンバラ大学は医学教育と研究の中心地となった。18世紀の中盤にエディンバラで、 コリン・マクハーカーとアンドリュー・ベルによって編纂されたブリタニカ百科事典はスコットランド啓蒙運動の総決算といえる。1768年から1771年の間に3巻で出版され、2659のページと160のエングレービングによる挿絵が収録されたこの百科事典はすぐに英語圏の標準的な参考書となった。 ブリタニカ百科事典は1898年までエディンバラで出版され続け、アメリカの出版社に売却された。スコットランド啓蒙は伝統的に18世紀の終わり頃に終了したと考えられているが、トーマス・カーライル、ジェームズ・ワット、ウィリアム・マードック・ジェームズ・クラーク・マクスウェル、ウィリアム・トムソン、ウォルター・スコットラによる間接的な影響を考慮に入れれば19世紀。 前半まで続いた。運動の影響は大英帝国全土及び大陸ヨーロッパにまで広がった。この運動によって生まれた政治的概念はアメリカの建国の党たちに重要な影響を与えた。特に常識学派は19世紀のアメリカの思想と宗教に特に影響を与えた。ありがとうございます。